部さん、PSG から小学生並みの意地悪を受けてしまう。フランス一部パリ・サンジェルマンは、所属する同国代表 FW キリアン・エムバペがつける7番の剥奪を内定したと、スペインメディア、デフェンサ・セントラルが伝えている。エムバペは2024年夏以降の契約について延長しない方針を固め、ライカにもフリーで対談する見込みだが、これに PSG が反発。今夏に移籍するか、契約延長をするかの2択の返答を求めた。もはややってることは子供レベルで、しかもクラブにとってもマイナスでしかない。残留した場合は当然高額な給与を支払い続けるのに、選手のモチベーションを落としたり、試合に出さないのはナンセンスでしかない。何よりこれを見ている他の選手もいい気はしないでしょう。このあたりが PSG がただの成金クラブで止まる理由なのかもしれない。PSG が自らブランドイメージを崩壊させていくの凄すぎるな。もうお金の亡者しか来てくれなくなるだろうし、全員移籍金が上がりすぎて売却もできない、までがセットで伝統になりそうな予感。この件に関しては PSG が勝手すぎる。エムバペは何にもルール違反はしていないと思う。もう諦めて1年使い倒して CL 狙えばよいじゃん。こうなったらモチベなんてないだろうけど。そもそも去年からレアルがお金払おうとしてドローとしたのに大統領まで使って引き止めといて、いざ契約全うして出ていこうとしたらこんな始末。メッシにも愛想尽かされて、ネイマールも出ていこうとさせてお粗末だわ。今やお金の面では限度がないサウジの方が魅力的で、プレミアスペインブンデスにはリーグの魅力も劣るし、パリは残念だ。レアルにもそれほど金はないだろうから、1年干された後、年俸は大きく下がるかもしれないね。金のことだけ考えたら、パリとの契約延長がエムバペにとっては一番毒に思えるね。パリは移籍金で、エムバペの年俸以上に稼ぎたいわけだから、いっそ、その分をサウジのチームへのレンタル料とかで回収するなんてことってあるのかな。普通に1年ボスよりもみんな得なようにも思う。マドリーは下手したらエムバペはあまり関心なさそう。来るとして来シーズン、モドリッチとクロースが抜けて、その年俸を当てがうくらいか。フリーになったとしても、プレミアに行きそうな気がする。レアルも一度振られているので、金額を保つのであれば取らない可能性もある。結果的に無茶苦茶な移籍をしている、サッカー界全体の問題。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録よろしくお願いします。